間違いなくユリアちゃんが迷っているのは、その仲のいい相手をいくら合理的だからといって葬る方向に持っていっていいのか。間違いなくこれだった。夢を見た。随分と懐かしい思い出の夢だ。ふと頬に何かが張り付いている感覚があった。指先で触れてみる。それは涙が流れて乾いた後だった。そうやな。そうだ。ああ、そうだったじゃないか。気づいた。これまで心の中にあった不可思議なものが何だったか気づいたな。心と言葉がちぐはぐだった理由を僕はようやく見つけることができた。なんで僕は忘れていたんだろう。犯人は二階堂君で、彼女を桜井君に殺させることがこの世界から抜け出す方法？現実世界ではもう死んでいる彼女を犠牲にするのが最も合理的で犠牲の少ない方法？そんなわけないのに。また僕は彼女を一人にさせてしまうのか？そんなことをして許されると思っているのか？僕が僕自身を許せるとでも思っているのか？会いに行こう。今すぐに。二階堂君はきっと部屋にいるはず。これで消えとったらええってなるけどね。普段通りなら、みんなが活動を始めてスクランブル交差点へ集まるまで1時間くらいだろうか。好都合だ。なるべくならこの話は聞かれない方がいい。おっ随た。分早いのね。ちょっと眠そうな顔してるな、お前。ああ、うん、ごめん。寝てたかい？相変わらず、お前。左右の、その靴下の、ニュース、ソックスの長さ違うな。大丈夫。早く目が覚めて、外の空気を吸ってこようと思ってたから。そっか。それならちょうどよかった。そうして、幾ばくかの沈黙が続く。その、ちょっと中で話さないかい？外では話せないことなのね。僕がうなずくと、二階堂君は快く部屋へと通してくれた。適当にかけて構わないけれど。わあ、カレンちゃんの匂いが染みついたベッド。いや、大丈夫。このままでいい。いいの？カレンちゃんの匂いが染みついたベッドがそこにあるよ。くんかくんかしないでいいのかい？さて、どう切り出すべきか。東国さん、昨日の話だけど、あれから少し冷静になって考えてみたんだ。それで、やっぱり君を殺させるわけにはいかなくなった。それは、ユリアちゃんが、合理的だからとはいえ、友達を殺させたくないと思ったからである。どういうこと？正直、自分でもうまく説明できないんだ。ただ、君を殺す、犠牲にするという手段を本当に取るべきなのかがわからなくなってしまった。それが一番合理的かつ確実にクロノス世界から脱出する方法。それは昨日確認し合ったはずよ。それはそうなんだけど、本当になんて説明したらいいのか。理路整然と説明するのが難しい。なぜだろうと考えてみる。簡単だ。そこに理屈がないからだ。この話の起点は僕の感情なんだから。思い出したんだよ。昨日の夜、昔の、多分クロノス世界に来て失っていた記憶そのものを。理屈がないのなら、理屈として成立するよう順を追って話すしかない。
中学2年の頃、僕らは一時図書館で一緒に過ごしていたことがあっただろう。僕が論文の執筆に集中してて、その斜め向かいの席で君が勉強をしている。何のことはない、会話だってなかった。あの小さな空間の話だ。私も覚えているわ。夕暮れ時の図書館のテーブル。うん。自ら一人であることを選んで、それでも構わないと思ってた。けれどあの日、僕の斜め向かいに座った君によって、その決意は確かに揺らいだんだ。そうなんよな。自分自身のために孤独でいさせてくれる。けれどふと目を向けた時に君は観測できて、一人じゃないと教えてくれた。僕は君に救われていたんだよ。そんなことないわ、たまたまよ。本当かね。いや、確率論の話をするのなら、あの日あの場所で出くわす確率は単純計算でも目がくらむ数値になる。偶然ではありえない。君は狙ってあの場所に座っていた。そうやな、座ってくれていたんだ。偶然よって言う合いには、このなんかちょっと嬉しそうな顔しとるもんな、カレンちゃんが。あなたにしては珍しく根拠に欠ける推論ね。そうだね、自分でもびっくりしているよ。でもそれでも君に伝えたいと思ったんだ。僕を救ってくれて、観測してくれてありがとうって。エースだったらここに愛してくれてありがとうって続くね。父に認められたくて、妹を超えたくて、僕はひたすら余分なものを削ぎ落とし、自らを尖らせていった。けど、でも削り方が荒すぎた。僕は僕の気づかないところで、尖る代わりに激しく摩耗していたんだ。そこを二階堂君が整えてくれた。潤してくれた。救ってくれた。僕たち二人の世界になったあの図書館こそ、僕の安らぐりの空間であり、二階堂君の隣が僕の新たな居場所だったんだ。君だってそうだったんじゃないの。あの場所が平穏でいられる空間だったんじゃ。二階堂君は答えない。少なくともあの時のカレンちゃんはすごいエゴだったはず。明言せずとも、その沈黙が肯定を表しているように思えた。僕には平穏でいられる空間を一緒に作ってくれた君への恩義がある。だから君を死なせるわけにはいかない。これがユリアちゃんの答えか。真正面から二階堂君に向き合う。けれど、恩義があると思ってるなら、それで私を死なせて。迷いのない言葉にぎゅっと胸が締め付けられる。死にたがってるのか。痛い、とても痛い。それが私の望みなんだから。彼女の決意は固い。それほど二階堂君は自分の罪を重く受け止めている。なら僕にはそのよりどころを僕自ら捨ててしまったことへの償いだってある。二人だけの安息の場所で過ごした束の間の時間、それはジュリーがブレイクスルー賞を受賞したことを皮切りにもろく崩れた。僕は呪いにかかったんだ。より一層強力な呪縛に、妹に遅れを取った。なおのことを研ぎ澄まされなくては、平穏な空間に甘えていてはダメなんだと。僕らはそうして再び一人一人に戻ってしまった。償う必要なんてない。東国さんがそうした理由には納得もしているし、咎めるつもりなんてないもの。そうかもしれない。なら僕はどうしたらいいんだ。恩を返すことも償うこともできない。あるわ、ずっとその協力をお願いしているじゃない。
桜井くんに二階堂くんを殺させる。二階堂くんを犠牲として生贄に捧げる。彼女とのつながりを再び断つ。それこそが二階堂くんの求める協力。違う、そうじゃない、そうじゃないんだよ。その選択はかつての過ちと同じだ。なぜ同じ間違いを繰り返さないとならない。難しく考えすぎよ。私はもうクロノス世界からは戻れない。現実世界にはもういない存在なんだから。でも本当はここにはいる、ここにはいるんだ。だからってまたそぎ落としたくはないんだ。君はここにいる、こうして観測できているじゃないか。それなのに。クロノス世界という箱の中でだけよ。開ければいなくなる。でもその箱は開けなくちゃいけない。あなたのそれはただの自己満足よ。自己満足で何がいけない。おお、すごいギョッとした顔になってる。理論では突き崩すことができない。自己満足で結構さ。それがいつか人のためになると信じて突き進むのが科学だ。みんなのため、僕のため、そして何より二階堂くんのために。声を荒げた僕に驚いたのか、二階堂くんはたじろいているようだった。君はそうやって何でも一人で抱え込んでばかりだ。僕ととてもよく似ている。だからこそわかるんだよ、君のそのスタンスがどれほど寂しくて辛いことか。その辛さを君は受け入れ、ずっとずっとさらされ続けてきた。中学のあの時から高校に進学してもずっと君は耐え続けてきた。もういいじゃないか。似た者同士だからわかるこの感情。君はもう十分すぎるほど耐えてきた。それを知っているから今は見ている僕の方が辛いんだ。もう君が傷つくところを見たくない。僕はもう間違いたくない。だから死なせてほしいだなんて言わないでよ。東国さん、これはただ友達だからというそういう理由じゃないぞ。それより重い言葉がある。それより重い感情がある。僕は君に生きていてほしい。君が生きてくれてさえいればそれでよかったんだ。父のそばへ居場所を見出そうとした。研鑽を重ねても届かない。無垢なまま信じることもできなくなった愛どころを、僕はあらゆるものを捨てて手を伸ばした。でもそんな風に身をすり減らせなくたって、僕の居場所は近くにあったんだ。テーブルを挟んだ斜め向かい、そんな身近な場所に、手を伸ばせば届く場所に、君と僕二人の世界、もう手放さない、壊させない。うわ、どうした？ああ、桜井くん視点に、これで桜井くん視点か。朝になって、いつも通りスクランブル交差点へ向かう。どうにも頭がすっきりしない。寝不足みたいだ。桜井くん視点やな。うん。無理もない。昨晩はずっと東北の行っていたことを考えて、全然寝つけなかった。考えてんだな。東北は犯人を見つけたと言っていた。やっぱそれを頭の中に、ね、なるよな、そう。その上で一番合理的な犯人を犠牲にして僕たちを解放するとも。けど最後、
去り際の彼女はどこか戸惑っているようにも感じた。その通りなんよな。まだ話し合う余地はあるのかもしれない。とはいえ、昨日は遠くの地雷を踏み抜いてしまった。あんなに激高した東北は初めて見た気がする。そんな出来事があったキロの今日でどう話し出せばいいのか分からずにいた。東北の言うことももっともだ。たった一度彼女のお父さんに会い、受賞式の時の話や事情を聞いただけで、後のことは導き出した推論でしかない。実の親子でも何でもない僕は、東北のお父さんの気持ちを的確に代弁できるわけがない。ましてや僕以上に関係の深い娘の東北本人にその推論を伝えたところで怒るのも道理だ。まずはやめるべきだろう。その上で根気強く説得するほかない。東北の中にまだ迷いが戸惑いがあることを信じよう。それがまただいぶ変わってきとんよな、ユリアちゃんの心の中。あった、二人ともおる。ちょうど二人だった。すごい健やかな二人の顔。スクランブル交差点に到着すると、そこには二階堂と東北がいた。他のみんなはまだ来ていないみたいだ。桜井くん、僕のことも忘れないでもらえる？やあ桜井くん、おはよう。すごい笑顔だな。おはようすぐだけあっけに取られてしまい、返事が変になってしまった。最後に見た東北が昨晩の暗い雰囲気だったこともあって、あまりに普段通りすぎる彼女に戸惑ってしまった。二階堂もおはよう。二人して早いんだね。ええ、目が覚めちゃって。右に同じく。そういう桜井くんだってなんだか眠たそうだけど。寝不足気味でさ、いろいろ。東国、昨日はごめん。え？その君のお父さんのこと。東国の言うことはもっともだし、僕も少し軽率だった。だからごめん。うん。ああ、そのことなら構わないよ。むしろ僕こそ感情的になってしまって申し訳ないと思ってたんだ。だから気にしないでよ。あまりにもあっけなさすぎて拍子抜けだった。それに僕の方こそ君に謝らないといけないんだ。何を？え？昨日話してた犯人のことなんだけどね。うん。あの後もう一度冷静にじっくり考えて推理してみたんだけど、まあその恥ずかしいみたいだから代わりに話すわ。なぜお前出てきた？どうやらユリアちゃん盛大な見当違いをしてたみたいなの。嘘をつくために。それ嘘だって分かる俺やけん分かるけどさ、嘘をつくためにユリパーティーを使うな。見当違い。ユリアちゃんの推理はまあいろいろ事情があって間違ってたみたいなの。でも許してあげて。あ、ユリアちゃんだって間違うことはあるんだからね。これを言いよる隣でカレンちゃんがすごい申し訳なさそうな顔、後ろめたい顔が。なるほど、だから僕に謝ろうってことか。いや別に間違ったことを責めたりはしないよ。そんな権利僕にはないし。けれど僕の早とちりのせいで君に余計な気苦労を負わせてしまっただろう。それについては本当にごめん。すまないと思って。こう見たらさ、パティめっちゃでかいな。そうか、そういうことなら。でもそれこそ気にしなくていいよ。じゃあこの問題はひとまず解決だね。肝心なのはそこから先だ。なんだ？
僕も改めて考えてみたんだけど、犯人探しは桜井くんの言う通り最終手段でいいんじゃないかって結論に至ったんだ。おう、え、そうだったの？意外だ。あれほど合理的な手段に固執していた東国が。だからこそなぜか僕は妙な違和感を覚えた。その違和感は当たってるな。なあ東国、もしかしてあの後何かあったのか？ん？何かって？例えば人格が変わった決定的な情報を手に入れた、あるいは記憶を取り戻したとか。わあ、鋭いな桜井くん。沈黙はほんの一瞬。ちょっと待って、 BGM 消すの怖いな。まさか。だとしたらきっとこんなところで悠長にしてないと思うよ。みんな叩き起こして作戦会議してるさ。それは確かにそうかもしれないけど、ユリアちゃんは別の手段を考えようとしているのよ。けど大きい主意、大きい、でも桜井くんからしたらなんか大きいきっかけがないとそこまでガラリと考えようなって話か。別の手段？不法な BGM なってるし。そう、誰も犠牲者を出さずにクロノス世界を脱出する方法をね。なんかちょっと でかいごまかしをしようとしてるときにいつもパティが出てきちゃうな。まあ責任者じゃないんだぞ、パティは責任者じゃないんだぞ。もうけど隠すことにしたんやな。出さず、それは僕が散々東国へ、訴えかけてきた主張だ。だから彼女がそれを探す方へ舵を切ってくれたのは嬉しいことだ。嬉しいのだけれど、なんでこんなにすっきり腑に落ちないんだろうか。まあそういうわけだから、桜井くん、改めて協力してくれないかな。やっぱり君が協力してくれないと困るんだよ。困る？だって僕らは仲間だろ。志と目標を同じくする。志、そして目標。誰も犠牲を出さず犯人探しなんかしないでクロノス世界から脱出する方法を探すこと。僕らが求める共通の目標、それは間違いない。ああ、そうだね。だがなぜか東北の笑顔と眼差しはまるで凍りついてるかのように冷たく、いびつに感じた。それから時は過ぎ去り、おそらく60年以上人知れず生まれた渋谷のクロノス世界はようやく消滅する。誰にも知られることなく、ただひっそりと煙のように跡形もなく抜き出せた者は誰もいなかった。そうか、結局その方法なんかなかったんやな。けどユリアちゃんはカレンちゃんを守り通すことにしたんや。マジか。